沖観光の高速船磯風。別府港にて沖観光株式会社は島根県沖郡西の島町に本社を置く海運及びバス、観光事業を営む日本の企業。島前内港線は沖観光が島前地域の友人3等の内海を結ぶ航路。別府港と日朱羅港、そして来居港を三角を描くように結んでいる。かつては来居から古海港と 鳩港を経て、浦郷港までを結ぶ路線も就航していたが、2005年に、西の島大橋が開通した影響もあり2010年3月に廃止された。本土及び、道後と島全館の航路を運営している、沖旗船と業務提携し、西の島の名称、国が海岸との周遊券セットを発売している。以下の二隻体制。両船とも2003年4月1日に就航した。 バリアフリー対応線である。西の島沿岸を航行する遊覧船と島内の名所を回る観光バス事業を行っている。浦号港を発着する A コースと別府港を発着する B コースの2コースで就航。浦号を発着するコースと別府発、浦号機の2コースがある。別府発のコースで黒木御所壁風間へ立ち寄る以外は両ーコースとも赤尾展望台から通天橋。 または、摩天崖けを経て、ゆらひおんな神社に至る。ありがとうございます。